はい、どうも、ケイキューです。今日ですね、ウニクポスト9、2022続きやっていきましょう。1987年8月2週から、難易度スペシャル引き継ぎなし、お守り使用禁止の縛りプレイでやってます。さあ、どんどん行きましょう。今ね、動画はね、パート9まで上げたんですが、まあこれね、パート16っすからね。まあ、この16が上がってる頃には、まあ、90年代の、まあ、途中っすね、まで行ってると思います。はい。まあまあ、どんどんね、行きたいなと思います。今週は、キング・オブ・アート。まあ、スーパークローのデビューみたいね、8月5週まで進めましょう。さあ、8月5週、キング・オブ・アート、そしてスーパー・クロー、あとはクレア覚醒。オッケー、まあどんどんね、投資していきます。まあ今はね、使ってもある程度稼げるので、印丸どちらでも丸 OK で、スーパークローやね。はい、まあネクストで3着か。一番人気ダイジェスト。スーパークロー先頭、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるラプチェスカーリー。スーパークロー先頭、2番手はラプチェスカーリー。これはね、超大物です。スーパーってついてるやつは超大物です。オッケー、とりあえず勝ったね。で、クリア覚醒一番人気か。あ、いいね、勝ちましたね。ダートクラシックとクラシックか。これね、このクラシックもダートなんですよ。これなんともいないですよね。どちらでも丸。お、柵越えですね。クレア86。クレア。これはね、まあこれは楽しみですね。まあ、クレア大事にしていこう。クリスタル、スーパーストーリー、オッケーオッケー。で、クレアダート、もうオッケーね、とりあえずこれで。で、どちらでも丸はこのローテでいきます。で、スーパークロー。海外行くか。まあ、海外持ってって、でもいいっすけどね。海外行っとく。まあとりあえず、まあいつも通りですね、参戦。まあこれでこいつがどれくらいか見る。で、決まったのがここっすね。まあダートでね、ちょっとちょっと使いづらいかもね、これね。まあ、下どこまで走れるかっすね。もうほんとそれによります。まあ、デビュー、そやね、焦らず、まあ、このままでいいね。で、クラシック。これもね、まあ、デビューはここでいいかな。もうちょっと長いところ使うか。1800でいきましょう。
違う。見ないさんを乗せたいんですよ。どこ行った？ OK。はい、これ行きましょう。どちらでも丸。4着。なんとも言えない走りしてますね。はい、2周はレースなし。どちらでも丸。そしてキングチーフ。あとはスーパーストーリー。どちらでも丸。決めろ。OK。勝ちました。キングチーフ。海外初戦やね、チーフは。スーパーストーリー、メリーナイスがいますね。メリーナイス、先頭。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残り200メートルを通過して、ここで先頭変わって、スーパーストーリー。2番手はユーア・ジェームス。スーパーストーリー、先頭だ。いいね。スーパーストーリー、史実を抑えていく。ユーア・ジェームス。まあ、ユア・ジェームスもね、そこそこ強いですからね。はい。よくやった。菊花賞いかないです。キング・チーフ。2戦目っすね。精神 F プラか。はい。いいライバル。なんか使うか。まあ、使っとこうか。よし、これで OK。キングチーフ。まあ、ネクストで。お、勝ちました。やるやん。きっちり2戦目で勝ったね。クレアスペクター。キングクリスタル？いや、行かないっす。海外は厳しいっす。お、クリスタル、スーパーストーリー、いいね。まあ、やっぱこれ大事っすよね。よし、オッケー。さあ、いろいろいますね。キングチーフ。1200か。いや、よく勝ったね。で、クレアダート。まあ、ぼちぼち能力。しるし丸ダート。まあ、ぼちぼち。スーパーストーリー。まあ、ぼちぼち。ぼちぼちやね。さあ、スプリンターズステークス。電撃戦を目撃せよ、 G1 ホース。一発逆転、必須のスプリンター。最速の称号をいただく。ローテは大丈夫かな。キングチーフ、まあこの後休んで、まあどうするかっすよね。ここね、一応言っとくか。まあこんな感じでいきましょう。クリア覚醒。賢さいい感じに伸びましたね。まあ、これはね、覚醒なので、じっくり使っていく予定です。まあ、スピード知りたいですね。スペクターが決まって、芝ね。
これね、スピードあるかもしれないですからね。まあ、一応遅めで、印はついてるので。まあ、楽しみやね。闘志。闘志一つか。使っとく？使っとくか。スーパーストーリー、頑張ってくれ。キングチーフ。まあそんなスピードあるっていう感じじゃないですね。はい、オッケー。しるし丸ダート、まあこれネクストで。お、いいね、勝ちました。クレアダート3着、惜しい。さあ、スーパーストーリーどうだ？まあでもね、メンバー的には戦いやすいですね。スーパーストーリーはまあちょっとスピードが足りないんですが、どう？いやー、粘れかな。なんとか。いいね。粘れるね。OK！ スプリンターズステックス取りました。よし。オッケーオッケー。スーパーストーリー、自家製サンバいい感じですね。はい、賢さあり。10月2週クレアどちらでもがデビュー、あとはキングクリスタル頑張ってほしいね。まあ、前回負けましたからね、カウンテスアップに。まあ、ここは決めてほしいね。久しぶりに負けたんですよ、国内。アンガール星は海外初戦ですね。まずは練習。よし、OK かな。クレアどちらでもはいい。まあ調子、調子上げとく。とりあえず20までしとくか。はい、これで行きましょう。アンガール星、まあ、ここは練習です。3着頑張ったね。クリスタル1番人気、ただカウンテスアップに勝てるかやね。まあそれ以外は大丈夫です。やはり最後はこの2強だ。カウンテスアップ先頭、外から勢いよくキングクリスタル。ここは勝ちたいね。もう一伸び、よし、 OK、 勝ちました。いいライバルやね。クレアどちらでも一番人気。クレアどちらでも先頭、後続を引き離しにかかる。オートリシーリング2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して2番手はヒーローズディール、後続は大きく離れた。クレアどちらでも強い強い。よし、とりあえず勝ちましたね。圧勝ゴールイン。2着はヒーローズディール、3着に星野ケット。これは桁外れの強さだ。クレアどちらでも
OK。 スーパークロー、あとはクリア覚醒。ニッポテオ無敗なんすね。まあニッポテオ強いっすからね、圧倒的やね。スーパーストーリー天皇賞秋、まあとりあえずこれでいいか。しるしマルダート、あとは大丈夫かこれ。クレアどっちやでもいいね。まあそうっすね、まあちょっとダート行こうよ。はい、これでいきましょう。スーパークロークレア覚醒、まあネクストでいいっすかね。勝ちました、いいね。スピード知りたい。アンガール星2戦目です、ここ大事っすね。クレアどちらでも乗ってくれなかったか。オッケー。でアンガール星、まあ次どうするかっすね。まあとりあえずここ見てかにするか。ちょっとこれ確認したいなと思います。前はインプレッションズプレイン、2番手はオモローディカーミン、シングルビロード、3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。フラッシング上先頭、あと 200m、 アンガール星追い上げてきた。星頑張ってる。まあ頑張ったね。大激戦のゴール前、これは写真判定です。もうちょっとねスピードあれば。さあ、クレアどちらでもここネクストで3着か。さあいろいろいますね。とりあえず騎手、まあ騎手は完璧。スーパークローが海外2戦目です。なんでここ大事っすね。でキングクリスタル、スプリントはシルシマルタート、ただこれねマイナス300なんですよ。まあどうっすかね。でクレアダート、キングオプアートね。でストーリーとどちらでも丸、まあ取りたいレースが並んでますね。天皇賞秋、盾の名誉をつかめ、マイルの帝王、確かな先行力、連覇なるか、誘惑する巨人。スローダイナー、クリスタル OK、まあ、スーパーストーリーも OK。 はい、これで投手も OK で、しるし丸だとどちらでも丸。でアンガール星、そうやね。まあちょっとすぐ使いましょう。
こんな感じで。クレア覚醒。クレア覚醒か。1300、2600。疲労は大丈夫やね。1300、2600ね。はい。まあ、とりあえずこんな感じでいきましょう。まあ、これは、厳しいな。はい、ネクスト。まあ、どっちか来てくれれば。クレアダート、先頭、2馬身ほどのリード。しかし、後続の手応えもいい。キングオブアート、まだ後ろ、残り200メートル。さあ、先頭は今度は、オストリーティナ。うわー、厳しいか。クレアダート、大外から一気に、ダイナサキ、オストリーティナ、オストリーティナ、1着、2着はダイナサキ、3着にクレアダート、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは、オストリーティナ。まあやっぱりさ、スピード、まあ A プラとか欲しいよね。シルシマルダート。桜大王先頭、外からオーラガダイナ先頭、外から接近。やっぱね、最低 A プラなんですよ。シルシマルダート追い上げてきた。シルシマルダート抜けた。2番手はクラウンエクシード。シルシマルダート、よし、オッケー。シルシマルダート強い強い。まあ距離適正マイナス300なんですが、頑張ってくれましたね。まあ、マイナスはね、まだ走りやすいんですよ。プラスがきついんですよ。よし、とりあえず OK。 次、さあクリスタル頑張れよ。まあ衰えもね、ちょっと怖いですからね。うわ、来てねえじゃん。どこ行った？厳しい走りやね。この時代はね、カウンテスアップに勝たないといけないですからね。まあ今年で引退ね、キングクリスタルは。かなり頑張ってくれましたよね。支えてくれました。さあ、スーパーストーリー2番人気、日歩テオか。歴史変わる、これ。あ、実際撮ってるのは日歩テオです。いや、日歩テオむちゃくちゃ強いですからね。スーパーストーリーじゃ厳しいな。どちらでも丸もね、スピードエースとかあるんですが、厳しいですね。まあ、そうっすよね。日歩テオ強いよね。そのどちらでも丸くらいの能力じゃ足りないんですよ。はい、スーパーストーリー厳しいね。スーパーストーリーって B やったっけ。スピード B プラじゃなかったよね。まあ B は厳しいね。スーパークロ、そしてダートクラシック、あとはアンガール欲しい。どちらでも丸。まあこれくらいだとね、全然足りないと。まあ足りないですね。これで特性ついても厳しいかくらいですね。一周休みてえな。厳しいな。スーパーストーリーはスピード B。まあこれじゃね、厳しいよね。強いのが出てきたら。あとはこれか。
キングストーリーテスコボーイか。まあ晩成なので焦る必要ないですね。とは OK かな。スーパークローはちょっと厳しいね。これはね、あのスピードがないです。スピードない超大物、まあよくあるパターン。マイルチャンピオンシップは厳しいやろ、スーパーストーリーの。さすがに、うん、これは無理っすね。11月ダートクラシック、いやちょっともう12月まで進めます。クレア覚醒いい感じでしたね。キングクリスタル、ここ決めてほしいけどね、厳しいかな。シルシマルダート、キングオプアート、厳しいやつと戦ったね。どちらでも丸。ダート界の頂点へ、連覇なるか。はい、キングクリスタル、カウンテスアップ。どちらでも丸。トリプティックが1着、ジャパンカップ。実際はね、実際も出走してて、ただ1着じゃないんですよ。何着かちょっと忘れたけどね。トリプティック自体はかなり強いですね。いや、惜しいね。どちらでも丸は。一流とやるにはちょっと足りないっていう感じだね。まあ能力結構いいんですけどね。だこいつ勝てないなってやつを避ければいいんですよ。ただまあどちらでも丸はね、まあやっぱローテこう行きたいよね。アキコバ日報テオに負けてトリプティックに負けたと。有馬記念もね、まあちょっと厳しいですからね。よし、オッケー。あ、で、クリア覚醒ね。クリア覚醒が、いい感じだったんですよ。スピード B プラか。いや、覚醒なので、まあ、いいよね。そうやね。まあ、とりあえず使いますか。パワーいいがね。これね、パワーが S とか、まあまあ A くらいでもいいんですが、あればね、最高でしたけどね。スピードの絆とか手に入ったらさ、あの、ぶっ込んでもいいくらいですけどね。覚醒なので。健康 E プラはね、あの、問題ないです。で、精神 B で、賢さは A まで伸びてるので、で、凱旋も走れるんですよ。あの、欧州いけます、こいつは。はい。まあまあいいでしょう。行こう。さあ、キングオプアート。5着。クリスタルが一番人気。で、カウンテスアップがいて、まあどっちかだと思います。日米王者の争いだ。コバノリッチ、先頭、外から勢いよく、キングクリスタル、先頭、楽な手応えで、パーソナルエンス、先頭に並びかける、残り200メートル、キングクリスタル、先頭、2番手は、オッケー、意地見せたね。よし、負けるわけにはいかねえ。いいところ取りました。ジャパンカップダート。
ではなくチャンピオンズカップ連覇。G110勝、海外行けっつってもね、この能力でさ海外勝てるわけないじゃん。まあ薄いところならあの行けるときあるんですよ。ただやっぱりねダートだったらまあ BC かまあドバイかやっぱりね、まあまあその辺っすよね、行きたいのは。だいぶ強くなったんですけどね、この能力じゃ足りないですね。まああとはね、あここも厳しいんですよ、レベル高いので。芝でね一番取りたいのはまあやっぱりキングジョージですかね。まあウィニングポストこうずっとやってきて、凱旋門よりキングジョージの方が難しいんですよ、個人的にはですよ、取るの難しいんですよね。でまあ大体キングジョージ取れると嬉しいですね。まあもちろん凱旋門もね嬉しいんですが、まあどっちもかなりレベル高いですね。そう、史実使って取るのは楽勝なんですよ。だからこの自家生産場で取るっていうのが楽しいですよね。史実はさ、その年代の強いやつを所有すればそれ取れるんですよ。海外のヨークとか買ってさ、まあその時代に取ってるやつ取ればまあそれは取れるじゃないですか。まあそれでもね、スペシャルはきつかったりするんですが、あの SP とか入れないと、スピード台2つ入れたりとかしないとね。そうやね、まあ、OK。で、クレアどちらでも。あ、でもだいぶ上がってきてますね。いいね。で、セールはいかないです。あ、結構いい時間来てますね。今回はここで終わりたいと思います。ご視聴。ありがとうございました。